皆さんこんにちは。私は札幌国際大学スポーツ人間学部スポーツ指導学科の松井と言います。私は武道剣道を担当しております。スポーツ指導学科では中学校高校の保健体育の教員免許証が取得することができ、武道剣道はその必修科目となっております。授業内容について説明をいたします。3点について主に指導しております。1点目は初心者が基本技能を身につけ、そして試合までできる、そういう技術を身につけてもらいます。2点目は現場の教員として立った時に指導過程、指導方法を身につけてもらいます。3点目は日本伝統文化としての剣道の歴史、所作事、作法などを身につけてもらいます。学生と一緒に楽しい授業を展開してますので、皆さんもぜひ一緒にやってみませんか。